ていうの新鮮ですね。おはよう。これ学校のじゃないんですけど、セーラー服着てみました。平日って感じなので。今日まだ誰とも喋ってないので初喋りです。イベント参加中です。おはようございます。朝だからね。朝って感じがします。そう、この握手会でこれを着ようと思って買いました。おはよう。朝からありがとうございます。皆さん、ゆえみね、そう、先行公開しちゃった。思わず。今日は5時50分とかに起きました。おはよう。だからね、ちょっとね、この配信が終わった10分後ぐらいに家に出ないといけないので、やばいです。焦り、焦ってます。カノさん、ハートありがとうございます。ルカさん、ハートありがとうございます。トラガンさん、ハートありがとうございます。シュウゾウさん、ハートありがとうございます。そう、なんか今日学校なんだけど、なんか学校の行事あるから、それに行かないといけなくて、それです。おはようってしたの。ここの制服じゃないんですけど、普通に買ったセーラー服。もう朝からその制服の方に行こうかな、もうめんどくさい。おはようございます。おはよう。朝占い見るの忘れました。占い、なんかね、占い買っ
見ていつも見てるんですけど、電車の中とか移動中に見てるので見てないです。朝ごはん食べてないです。朝ごはん時間なかったらいつも食べてないので食べてないです。おはようございます。そうなの、毎朝じゃないけど占い見てます。忘れてない時は見てます。わーすごい、何だ、ありがとうございます。お腹すくんだけどね、食べるのめんどくさくなっちゃう。おはようございます。おはよう。朝早い、朝さ早い、珍しいってか朝初めてやりました。朝って感じ。なあラブさん、こんばん、ありがとうございます。リコピちゃん、ありがとうございます。ガカリンさん、ハート、ありがとうございます。フジキョウさん、ハート、ありがとうございます。ねえ眠いけどね、意外に目さ起きたらね目覚めちゃうタイプ。初朝配信です、貴重。おはようございます。貴重貴重な気がする。あんまりできないと思うので、まあ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 、おはようをまずいっぱいしたかった。朝ってね頭回らないよね、いつもだけど。おはよう、おはよう。もうあたばたばたしてる。修学旅行中、ありがとう。朝早かったですよね皆さん。初めまして、初めて、今日の起きてから初めて言葉発したから、なんか昔みのりちゃん、星、ありがとうございます。たかさん、10、ありがとうございます。けんぶん、あとぶんちゃんさん、ハント、ありがとうございます。沖縄ピーチボーイさん、ハント、ありがとうございます。まさゆきさん、ありがとうございます。あ、お仕事頑張ってください。ちょっと髪の毛を溶かしまーすね。なんか意気込みをね言おうと思ってたんですけど、ガチのやつじゃないです、制服買ったやつです。普通に運動会見たよ、ありがとうございますね。頑張りましょう。そう、意気込み言おうと思ってたんだけど昨日言えなくて、
当に、おはよう。頭がね、やっぱり回ってないね、あさって。ああ、やばい。ね。ちょっとね、11月、ちょっとドボンとか、イベントとかあるのでちょっといっぱい詰め込みすぎてるのですが、一緒に頑張りましょう。ちょっと朝ね、ドボンやろうと思ったけどちょっと間に合わなかった。おはよう。ドボンしながら配信と思ってたけど、なんか携帯2台ないとできないと思って、ね、頑張りましょう。そう、携帯2台欲しいね。タブレットとかないかな、わかんない。頑張る。おはよう。ね、昨日の配信でなんかこの7日間そう、これ本物の制服じゃないです。本当に7日間毎日やりたくて、それね、なんで企画を考えたんでって言ったんですよね。なんで企画を考えたかというと、この自分でなんか自己プロデュースができたり、そういうのも大事だと思って、やっぱモデルさんってなんか自分の個性とか魅力とかをその詰めなんか詰まってるじゃないですか。でもそれで自己プロデュースも大切だと思うので、自分で企画を考えて、そういうので自分を知ってもらえると、そう、自分で配信ここでできるから、自分で配信して、そう、自分のねことを知ってもらえるよりチャンス機会だと思うので考えました。おはよう。そう、意気込みもほとんど、そうめっちゃ考えてた実は。そう、おはよう。そう、だから自分の、意気込みともつながるんですけど、やっぱ憧れのね、職業とか、そういう憧れてたので、やっぱりそれ頑張りたいなと思って、挑戦するチャンスがあるのにやらないとね、やっぱ後悔しちゃうなと思ってね。そう、時間がなくてね、宣伝とかちょっとうまくねできないこともちょっと多いので、ごめんなさい。おはようございます。
で今言った言葉を改めて文章にしたのをちょっと手をやりますね。本当最初はなんか正直やるか悩んでて、やりたかったけどでも本当に自分に自信がなくてね、そうちょっと迷ってたんですけど、でもやるがむしゃらにやるのみだと思うので、おはよう。ってな感じですかね。ちょっと話がまとまってないんですけど、いやユーミンしっかり してないよね。しっかりしてないよ全然。なんか企画って言ってもなんか自分がやりたかったことをやるだけなん、やるだけって言ったらあれなんですけど、やるだけなんですけど、うん、わあ、初にありがとうございます。そうもうね、あの締め切りのもう本当に10分前とかもうギリギリまで考えましたね。なあ、ありがとうございます。初にそうそう、難しい。ユーミシーンすごくしっかりしてない、しっかりしてないよ全然。おはよう。そうなんかね、いつも考えてるけどその言葉を文章にするのが得意じゃないから、おはよう。そうファッション、いつもファッションを紹介しようってね決めて、そう夜、今日夜できないです配信ごめんなさい、なので明日やらせてください。なんかファッションを紹介しようというコーナーを作ろうと思ってたんですけど、今日はちょっとセーラー服を着てしまったので、ファッションというか普通にセーラー服の、まあ、平日の学生ですみたいな感じの服です。この学生ですみたいな服で申し訳なかった。服すぐね、この季節のがまだ全然変えてないから変わんないと。そう明日またちゃんと紹介させてください。セーラー服、セーラー服なんで買ったかというと握手会で着たくて、セーラー服着たことないので良い機会だから、前公開って言うと、なんだが、なんだっけ、なんだ最初に公開しちゃう。そうこの季節難しいですよね、なんか急に寒くなって暑くなってでするので、そう先行公開だ。そうずっとブレザーでしたね、中学校もブレザーでした。そう握手会来ちゃうんで楽しみにしてください。日曜暑いんだ、初知り。まあ何でも似合っちゃいますよゆみは。そんなことはあるかもしれないけど、ないかもしれないけど、そう何でも似合っちゃうかな、まあ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 。
そう、みやちゃんからね。してた。自信はないけど、でもみんなが褒めてくれるので自信になってます。ま、シュガーティーさん似合う、ありがとう、ありがとうございます。でんでんさん欲しい、ありがとうございます。ニッシーさんハート、ありがとうございます。地球さん、ありがとうございます。シンくんさん尊い、ありがとうございます。そう、なんかまだお洋服がすごい好きなんだけど、まだそんなに本当に同じ色ばっか着ちゃうし、まだ勉強中なので、まだまだ伸びしろありということで伸びしろありということで頑張りますなんかさ、 X にさ長文載せるのってちょっと緊張するから、ちょっと要約したバージョンの意気込み載せたいんですね。でもちょっと長すぎるとねそう、伸びしろしかないんですねモノトーンが結局好きになっちゃうんですよね。でもせっかく季節の色とかそういうのがあるのに着ないそう、とりあえずもう上を目指すのみなので、いつでも。そう、ようやく版を載せたいと思っています。シュガーティーさんハート、ありがとうございます。サンタ花道さん雨、ありがとうございます。おはようね。みんなさん早起き成功しました？成功してるかわからないけど起きれました、ちゃんともうさ7時半になっちゃう、早いね。30分も話した気持ちじゃない、まだ25分だけど。起きれましたか、みみ。起きれてたけどめっちゃぼーっとしてたみみね、アラームね20個ぐらいかけないと起きれなくてね、最近20個ぐらいかけました。そう、20個かけぐらいかけました。そもそも寝てないって話、もう頑張りすぎだ、お疲れ様。そう、なんかアラーム20個ぐらいかけて、そう、止めるのとてもめんどくさいの。でもそうしないと起きれなくて。でもなんかね、前ちょっと前ぐらいだったらなんか一発で起きれてたけど、やっぱ変わっちゃうねおはようございます。何分おきにかけてんの？わからない、適当にピピピピをしてるでもね、起きれたから OK って感じ
昨日起きれないと思って、もう不安で不安で仕方がなかったです。でもなんか寝るまでに時間がかかりすぎて寝るのが遅くなっちゃうのもあるかもです。そう、心配になっちゃうからいっぱいかけちゃうの、わかるの。まことのすけさん、くま、ありがとうございます。ピロさん、バラ、ありがとうございます。こまぎんさん、だるま、ありがとうございます。ゆきひらさん、じゅ、ありがとうございます。寝起き悪くない、寝つきが悪い、でも すぐ寝れますよ私。ここでなんと紹介します、急になんですけど、よいしょ、私が使っているヘアアイロンはこちらです。リファです。急に紹介しました、ヘアアイロンです。そう、急に紹介トングじゃないよ、ヘアアイロン、これを使っていつもこうやってやってます。温度は160度です。急な紹介。お高いのわからない、いくら、おいくらなのでしょう。急に紹介入るんですけど、でもやっぱりね、自分の何、なんだじゃない、わかんない、紹介しようと思う、自分のものを紹介しようと決めてたので、これが言ってこうやってやってます。いつもすぐねストレートになるので好きです。そう、おシャンティじゃーんじゃーん。でもこれストレートアイロンなのでね、髪の毛巻けるんですけど、普通に調べたら出てくるやつです。おすすめ。ちょっとどさくさに茹でてアイかけてみました。そう、めっちゃ、そう、見た目も可愛くて好きです。ということで第1回目ヘアアイロン紹介でした。卵焼きはね、頑張ったら焼けると思う。あとポップコーンとかもできると思う。わからないけど。髪の毛長いからケア大変でしょ。でも本当にもうヘアオイルを塗ってとか、そういう初歩的なこと。そう、焼けるよね多分。焼いたことはないけど、初歩的なことでしたけど、そんな感じでストレート。マスゲンさん、モップさん、ハート、ありがとうございます。ニッシーさん、ハートとバラ、ありがとうございます。あ、なんかやっと頭が回ってきた気がする。30分経て。
言うと起きた気がするね。髪の毛綺麗、ありがとう。もう本当に本当にいつもお風呂上がって髪の毛濡れた状態で一回ヘアアイロンして、それで乾かしてまたヘアアイロンするっていう、それだけ。そう、急に30分話してみたら話せるようになってきた。髪の毛サラサラかな、指ね、髪の毛一本が細すぎてすぐ絡まったりボサボサになったりふわふわになったりしちゃうので。いや、あのね学校ね、今日はあの行事あるので、まあ今日は集合時間いつもより遅いので、行事っていうのかな、遠足みたいな、遠足じゃないか、なんて言えばいいんだろうね。なのでいつもより遅くて、でも終わった10分後とか20分後に出ないといけない。そう、タイミング良くてラッキーと思っちゃった。家に遠足みたいなね、今日楽しみだから。あ、校外活動、楽しみな行事。そう、楽しみな行事だからラッキーって感じ今日。ね、ゆみでも大体準備終わってないんだよね本当は全然余裕、任せて。え、ピクニック来た、ゆみもね、余裕分からないけど分からないけど余裕し。タカさん、クマありがとうございます。ドラガンさんハートありがとうございます。藤京さんハートありがとうございます。謎の余裕、本当に余裕ないけど、まあいけるでしょっていう、まあまあまあ、でも私友達と約束しててちょっとやばい、友達を待たせるわけにはいかないゆみさん焦ろうとしてるけど、焦っちゃうけどって感じ友達を待たせるわけにはいかないから頑張る。でも学校、家から学校近すぎて一人通学してました。え、家も中学校とか近かったから、でも友達といたかも、ごめん友達と行ってたかも普通に。おはようございます。え、でもね、学校やだ学校行かない、学校じゃないけど、で行事なのでラッキー今日、イエーイ。でも明日から3連休だから配信もできちゃう。やったね。ということで3連休、まあ3日と4日の企画みたいなの、企画というかやりたいことを
発表したいと思います。突然に3連休だっけ、だよね多分、世間的には3連休だと思われてる。そう、事前にみんなちゃんまんにご紹介したいと思います。そう、金土日3連休文化の日があります。金曜日、明日ですね。3日かな、3日はゆみずっとやってみたかったのがラジオをずっとやってみたくて、ラジオ画面はラジオ配信とかじゃなくて普通にこのままの状態なんですけど、ラジオみたいな感じでちょっと、そうね、質問と相談を乗ってみたいという夢があって、それをやってみたい、ラジオ風配信だ。そう、なんでかっていうと、なんかラジオが、そう、ゆえみのラジオ、ゆえみのラジオだDJ になります。え、インスタとかで募集した方がいいかな、どこがいいかな、 X でいいかな、どっちも募集しちゃう。お悩み相談かな、相談でも何でもいいや、相談がいい、質問でも。なんでやろうかと思った、相談乗ること自信はないけない、あるかないかって言われたら、まあ、ない方の方が大きいんですけど、どっちも気持ちある。そう、例のハッシュタグ使いたいと思います。夢見と夢叶いたい、じゃあインスタグラムと X で募集しよう。待って、忘れちゃうからちゃんと書いちゃうね。え、なんでやりたいかというと、普通にきっかけはなんか映画のラジオ、映画のラジオっていうのかな、なんかそれでなんかいっぱい相談乗ってるやつを見て、あ、私もやりたいってまず思うと思ったのがまず第一のきっかけかな。文化の日です、明日は。で、そう、募集なんかね、そう、なんかね、そう、ラジオレベルってやつかな、名前忘れちゃった、映画のラジオ難しい。でもなんかラジオなんか超結構前に見てたね。ちょっとね相談のあんまり乗る時もあるんですけど、でもこの17年間私が生きてきたこの知識を使っていっぱい名言を生み出せたらいいなと思ってます。はい。そして11月4日かな ?4日?そう、みんな何でも待っております。そう、名言を生み出しちゃおう。え、ガチのやつでも、ガチで来たら本当にガチで返すから皆さん待ってます。え、結構ちゃんと相談乗らせていただきます。あ、相談返させていただきます。あと11月4日はゆめみの相関図取扱説明書、あ、相関図じゃない、間違えた、
取り扱い説明書みたいな、そういうのやってやろうかと思ってます。一緒に、そう、取説だ、取説か、取説やって、なんか自分のこともこれ同時に知ってもらえるし、自分のことも発信できるし、なんか自分から質問したことを言うのも、あれ、質問したの答えてもらいたいし、そう、自己紹介にもなるし、だからみんなそれもまたいろいろ質問してもらったりしていっぱい話していく。自分も自己紹介的なやつはいっぱい考えとくけどみたいな感じです。面白くなってきましたか？え、でも相関図もついでにっていうかやってみたいですね、同時進行。でもね、相関図書くぐらいそんなお友達いないんですけど、面白くなってきましたか？あ、研究生の相関図いいかもしれない。そう、友達あまりいないから。あ、比較力に優れている、これが MC お題、あ、MC お題職人の力、ガッツ。あ、17期さんとかいいですね。これも研究生いいですね。こっから配信して思いが届くかもしれないですよね。嬉しい。ガッツ。そう、もちろんですよ、山根さん入れますよ、もちろん。ってな感じで、まあ3日と4日ね。そう、橋本春奈さんとお手手つないじゃいました。なんと、ってな感じです。3日と4日はこんな感じです。でも先輩方の話、私がちょっと勝手にするのはちょっと緊張しちゃいます。申し訳ない、私なんかだと。そう、買い物競争で一緒に、運動会で一緒になれて、そう、本当に頭がさ、メスシリンダー自分でもよく分かったなと思って、やったなと、なんで分かったか分かんない、自分でも。ってな感じでした。3日はラジオ相談会ということで、夢見ラジオ、夢みんなじゅん。そう、ピンときた、ピンときました。夢みんなじゅんをやりたいと思います。インスタ X とインスタグラムの方で募集したいと思いますので、皆さんどしどし待ってます。質問お悩み募集中なので、募集したいと思うので待ってます。セーラー服です。ちゃん、
お腹空いてきました。7時47分になってやっとお願いします。もう、1人10個ぐらいでも何でもいいですよ。それをピックアップして話すことになっちゃうんですけど、送ってください。私のこの17年間で生きてきたこの知識を使ってお届けします。そして11月4日はトリセツ、自分の夢見のトリセツとか、まあ、自己紹介も込みですね、やろうかなと。あと相関図もね、いい感じの時にできたらなと思ってます。17年間ってなんか短いので結構長かったからね、いろいろ経験してるわけではないけど意外にも経験してるかもしれない。ユーミン血液型知らないから、血液型調べに行く、配信したいぐらいを知りたい。人生経験豊富じゃないですけどね。でも心に響く名言とか調べとこうかな。君わかんない、なんか知らない、血液型はわからない、もう実は。マスゲンさん、モップさん、ハートありがとうございます。ヤマトモさん、星ありがとうございます。マーサー、クマありがとうございます。まあ自分で掴んだないとね。ユーミン B 型に A 型ってよく言われる。何型でもいいやん。そう、そんな感じで企画を考えてみたので、まあ自己プロデュースも大事ということで考えてみました。なので皆さんに11月3日と4日もお待ちしてます。夜配信します。11月3日は、まあ、夜配信します。 AB 型がいいかも。企画面白そうかな。ちょっと緊張してきた。11月3日は夜配信するんですけど、11月4日はなんか組み合わせて、せっかく土曜日なので朝昼晩ってやってみたくて、ちょっとまだ時間帯100決まってないので、朝昼晩でできたらいいなと思ってるんですけど、もしかしたら夜だけになるかもわかんない。まあちょっと完璧には分かってないので、前日までにちゃんと報告します。でも逆にどの時間帯がいいとかあったら、それも教えてください。私には朝起きるんだから、もういけちゃいますよ。そうだから今日の5時、今日の17時過ぎには絶対ちゃんとまとめてやります。ありがとうございます。ビスオーディション参加ありがとうございます。こちらこそです、ありがとうございます。
自分なりに企画を考えましたので、お時間あるときぜひお願いします。頑張ります、頑張ります。これから学校の行事に行ってきます。今日は学校あるんですけど、行事です。行事なので行事に行ってまいります。ということで皆さんありがとうございます。朝からあとね8分しかなくて、ちゃんとまとめ、11月の5日までのスケジュールをちゃんと立てられてたらいいなと思います。ちょっと5日だけちょっとまだ分かんないので、この2日間のスケジュールは絶対に出したいと思ってます。ちょっと募集するので質問たくさん送ってください。楽しかった。朝からちょっと頭回ってなかったんですけど、7時半からになると頭が回り出すようです。報告ね、事前に報告たくさんするので忘れないように頑張ります、絶対。おはよう、目覚めました、よかった。朝ね、木曜日、あ、さこちゃんありがとうね、ありがとうございました。じゃあランキングをね読みたいと思います。そう、ちょっと学校があるからちょっと遅れちゃったらごめんなさい。ちゃんと報告っていうかスケジュール遅れにギリギリになっちゃったら申し訳なかったです。もうなんか日本語おかしくなっちゃったんですけど、ちょっとランキング読ませていただきます。皆さんたくさんコメントとか朝からありがとうございます。13位から読みます。13位、あ、ちょっと一回髪の毛ちゃんとしよう。なんか髪の毛くるくるしてる。13位、ジロリンさんありがとうございます。ジロリンさんありがとうございます。ツイッターじゃないや、 X だ、 X もありがとうございます。12位、みのりちゃんありがとうございます。昨日も会えて嬉しかったです、ありがとうございます。11位、にしーさん、いや、ありがとうございます。太陽、そこだけが太陽だって、ありがとう。10位、まあさんありがとうございます。朝からありがとう、お仕事頑張ってください。9位、やまともさん、はじめましてかな、 ありがとうございます、また遊びに来てください。8位、まことのすけさんありがとうございます。握手も来てくださったし、お仕事大変だと思うんですけど頑張ってください。あ、なんかランキング変わっちゃったかも、ごめんなさい、変わっちゃったみたい。あれ、どこまで行ったかな、分かんなくなっちゃった。みんな助けて。
なんか順位どこまで行ったかも忘れ、また言い直してもいいんですか。あれなんだっけ、じゃあ8位から言っていいですか。8位の方からいきますね。8位、豊倉さん、ありがとうございます。うちは見えましたよ、ありがとうございます。あ、またみのりちゃん7位。ありがとうございます、嬉しい嬉しい。編集がとてもすごい嬉しい、かわいい、ありがとうございます。6位、青木編集長さん、ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうございます。びっくりだ、私もちょっと企画考えて気合入ってるので、それをお見せできたらなと思います。ありがとうございます、よろしくお願いします。そして5位、だーちゃんさん、だーちゃん、ありがとうございます。いつもねたくさん X 送ってくれてありがとうございます。そして4位、福ちゃん、福ちゃん、福ちゃんさん、ありがとう。糸シナモン、シナモンたくさん嬉しいです、ありがとうございます。そして3位、なあラブさん、ありがとうございます。いつもしてくださってありがとうございます、待ってます、いつでも。そして2位、マシンガンさん、ありがとうございます。いつも来てくださるからね、もう覚えちゃう、変える。そして1位、タカさん、ありがとうございます、嬉しいです、また遊びに来てくれて、たくさんまたお話ししましょう。こちらこそありがとうございましたね、時間ぴったりになった、皆さんありがとうございます。ちょっと朝からね早かったんですけど、またやるときには遊びに来てください、ちょっと事前にね報告、事前にスケジュールもちゃんと送りて、もっともっと上を目指して頑張りたいので、時間セーフ、遅くなってごめんね、大丈夫だよ、ありがとうございます。じゃあ私はあと10分ぐらいで出ないといけないので行ってきます。皆さん一緒に頑張りましょう、バイバーイ。